どうも、もっちーです。今日も楽しい音楽の時間始めていきましょう。よろしくお願いします。ということで、本日のテーマはこちら。サスペンディッドコードということでお話をしていきたいと思いますが、サスペンディッドコードって何かっていうと、例えば、メジャーコード、マイナーコード、これの3度の音ですね。3度の音が4度になっている場合。だったり、3度の音が2度になっている場合。こういうコードをサスペンディットコードと言います。で、3度が4度になってるこのコード、譜面の左側、こちらをサス4と言います。で、こちら側2度になってるコードですね、これは右側の方でサス2と言います。サスペンディットコードの具体的な用法ですが、大きく3つあります。1つ目が終止形の前置、2つ目がクリシェ的にリフを形成、3つ目が調整を曖昧にする。それでは1つずつ説明していきたいと思います。はい、まず1つ目は終止形の前置ですね。終止形って何かっていうと、音楽におけるつなぎ、例えば A メロと B メロの間のところ、A メロのラストのところが終止形という形になっていることが多いですね。あるいは曲の一番最後ですね。ここで曲が終わりますよっていうラストの部分が終止形になってたりします。日本で一番有名な終止形の形っていうのはこれだと思います。はい、起立礼着席ですね。これも終止形になってますね。で、終止形の前にサスペンディットコードを置く理由っていうのは、唐突な終止形をちょっとマイルドにする、そういう狙いと、もう一つは終止形を強調するっていう、逆の目的があるかと思います。で、ちょっとね、ここでサンプルを見てみたいと思います。あいみょんの「マリーゴールド麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに」アイマンのマリーゴールドは一番最後のところのね、最後のここの G の部分がケイデンス、終止形になってるんですが、このここの前にですね、こうやってサス4、G サス4から G、これ挟んでいるってことですね。で、次はですね、もう一つ同じパターンで、鈴宮春妃の「God Knows」って曲です。ちょっと聞いてください、こんな感じ。My way 重なるよ今はい、この鈴宮春妃の「ゴッドノーズ」、これも最後がね、終止形の前の前置ということになってます。ただこの曲の面白いところっていうのは、最後がですね、 A サス4を A っていうパターンになってるんですね。これちょっと弾いてみると、感じで A のサス4から A に行くんですね。で、この A のサス4とか A っていうのは、本来これね、ダイアトニックコードではないんですね。で、このダイアトニックコードじゃないところに終始してる。ここがね、この曲のかっこいいところですね。で、なんで A に行ってるのかっていうと、本来だったら A マイナーなんですよね、これ。だけど A に行っている。で、 A っていうのは出どこはどこなのかっていうと、C の平行調単調の同主調なんですね。そのトニックに解決してる。面白いですよね。2つ目は、クリシェ的にリフを形成するっていうことですね。これも聞いてもらった方が早いと思うので、こちらを聞いてください。マイケル・ジャクソンの「ブラック・オア・ホワイト」の有名なリフですよね。これは、サス4とサス2の組み合わせでクリシェのラインを形成してリフっぽくしてある。っていうことですよね。だから、ここがこれですね。これがこうなったり、こうなってこう戻るっていうね。ここの、3度の音、これでリーフを形成している。で、最後は3番目、調整を曖昧にするという目的でサスペンディットコードを使うっていうパターンですね。で、この調整を曖昧にするっていうのはどういうことなのかっていうと、本来はセブンスコード、ドミナントを使う場面で、ドミナントを使うとですね、その調整、そのキーが何なのかっていうのがすごく明確になるんですね。それぐらいそのドミナント、
ていうのは個性が強い。でそのドミナントをちょっとぼかすことによって調整を少しだけ曖昧にするっていう、そのためにサスペンディッドコードを使う、ね、例えば G7、 これ G7 がバーンと使うと、これもうキーが C メジャーっていうのね、すごく明確になっちゃうんですね。でそれをちょっとぼかしたくて、この G7 スサス4、G 分の Dm7、G 分の F メジャー7、あとはですね、単純に G 分の F、 これもあれです、まあ、これがないパターンですね、はい、でこちらもですね、こちらもサンプルを聞いていただきたいと思います。こちらです。悲しい音はい、ユーミンの卒業写真ですね。これのもう2個目にいきなり出てきますけども、この2個目ですね。これ。この卒業写真は一番最後のところですね。最後のところは1個目のパターンの終止形の前置も入ってますね。ユーミン結構ね、こうやってね、調整ぼかしたり、まあ、サスっぽいやつ好きですね。だから、マキタスポーツさんなんかはね、このコード、自分の F のことをね、ユーミンコードとか言ってましたね。はい、そんな感じで、皆さんもね、サスペンディッドコードをうまく使って、彩りを豊かにしてみる。ではどうでしょうか。はい、本日の動画はいかがだったでしょうか。よかったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。もっちーでした。